題名また変わってる。はい、ということで数日経って心が落ち着いてきたのでやっていきたいと思います。前回ね、もう一人で過去に戻らなきゃいけないっていう現実が受け入れきれなくて、めちゃくちゃずっと文句言ってた編集しててめっちゃ文句言ってんじゃんと思ったんだけど、まあでも無事に過去にね戻れたは戻れたから、こっからはベロニカちゃん、そして世界中のね、この人たちも特にそうだよ、この赤ちゃん、僕の名前つけてくれた赤ちゃんを救ったり、そこにね全力を注いで頑張っていきたいと思います。どうしてでしょう、幸せなはずなのにこの子を見ていると胸が締め付けられるような思いがし、もう全然に書いてないこと読んじゃった。まるで随分前に一度死に別れてしまったような、そんな気がしてならないのです。僕が守ります。旦那がいる前でね、そんなこと言っちゃいけないけど僕が守るぜって。私が随分前に結婚したのですが、なかなか子宝に恵まれなくて、正直子供は諦めていました。そう、いろいろそういう話聞いてたから余計にね、落差が本当につらかったもん。でもつい先日待望の我が子がやっと生まれてくれたんです。これはなんか前から予想のこと言ってたもんな。マークミツ様、何やらまがまがしく凶悪な剣をお持ちなのですね。クミさんもちび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 、雰囲気が変わりましたよ。なんだかお強くなられたような、なんか滑舌良くないな。まだ始めたばかりなのにな、今日はご両親に待っておこうぜ。うわこ、そうで初めて会った時もこのテーブルに座ってたよね。おや、ベロニカとセーニャが勇者様のことを探していましたが、どうやら行き違ったようですね。あ、一回会った後ではあるのか。大聖堂で長老様が話をされている最中に勇者様が、あれや、そうなんだ、消えてしまったそうですが、みんなで幻でも見たのでしょうか。おー、じゃあやっぱ過去の自分は消えてて会わないようにしてるんだ、バッティングしないように。そこはそうなってるのか。あ、そう、僕は一人しか一応いないんだね。まだ若い勇者様にとっては手に余るかもしれませんが、どうかうちの娘たちをよろしくお願いしますね。でもセーナちゃんにも私を見つけてくださいって言われてるからね。もうそれは会いに行くぜ。まあやっぱりね、会話が変わってる人もいるけど、過去に戻ってまんまの会話の人も結構いるね、やっぱ。うん。あ、もう勝手に装備されてら。魔王の剣ね、まあやっぱ片手剣がいいんすよ。両手剣の方が強いかもしれないけど、私的にはやっぱ片手剣がいいから、忘れられた塔で覚えたさ、なんかレシピ、流星の剣を作ってみたんですよ。でこれプラス3とかにはできなくって、打ち直しできなかったんで、まあこんな感じなんですけども、まあ変えられはするんだね。まあこれでじゃあ向かってみます。どんな感じ。あ、でも僕がいなくなったなら普通に合流しちゃうっていう感じなのかな。どこ行ってたんだよみたいなこと言われて、魔王の剣になってる。いよいよ私たちの使命を果たすべき時がやってきました。あ、ベロニカちゃん、これから集めたオーブを携え、悪を払う力が眠る命の大樹へと勇者様を導きます。わー、まあこの子はね本物ですから。ホメロスじゃない。いやー、一人で待ってる。選ばれた者だけ入れる二階の地。その先に何が待ち受けてるのか行ってみないとわかりません。でも。こんなにおしとやかだったっけ、ベロニカちゃん。たとえどんな災難が起きたって、わっ、私が必ず彼をこの手で守ってみせます。いや、もうなんかそう守ってくれたんだよ、ベロニカちゃん。私たちの希望の光、その光がある限り世界は闇に染まらない、私そう信じてますから。その通りになった。でも助けに来たんだ僕は。だから
無事に使命が果たせるよう見守っていてくださいね、セミカ様。自分の命も今回は大切にしてほしい。まああれしかね、前回はなかったわけなんだけど、今回は僕もう決意が違うから、本当に。やっぱなんかちょっとおしとやかだなと思ったけど、見られてると思ってないからあんな感じだったんだね。聞いてました、ごめんベロニカちゃん。っていうかそのごっつい剣は何よ、あんた今までどこ行ってたの。いや私も嫌だからさ、かっこいい普通の片手剣に変えたはずなんだけど、勝手に変えてたんすよこいつ。ポンプカピー、ここで長老様の話を聞いてたら急にいなくなっちゃうんだもんな、びっくりしちゃったわよ。まあ一回り強くなって帰ってきました。あれなんで組通そんなレベル一瞬で上がってんのって思うよね絶対。あんた一体どうしたの、そんな泣きそうな顔で見られたらこっちも調子が狂っちゃうじゃない。やっぱね、主人公ってあんまり喜怒哀楽がさ分からなかったりするけど、泣きそうなんだやっぱり。だから大仕事するってのに、肝心のあんたがそんなんでどうすんのよ、しっかりしてよね勇者様。はい。きゃーよかった、戻ってきてたのね、どこにもいなくて心配したんだから。あーもうこんねん。みんなに会えたのは嬉しいんだけど、無事でもうやっぱ時が戻ってるからちょっと複雑だよね。どうしたの、さっきからみんなの顔をジロジロ見たりして。まだ初期装備の服だからちょっと違和感あるしね。見慣れた姿じゃない。おいおい、お前ずいぶんぶっ飛んだ剣持ってるな。そうなの。そんなの持ってたら悪魔の子って言われても仕方ねえぜ。うん、確かにね、敵の剣ですからね言えば。まあいいや、それよりも早く命の大樹に向かおうぜ、俺もう待ちくたびれちまったよ。ダメなんだ、行ったらダメなんだ。え、行くの、行ったらダメなんだ。始祖の森の山頂にある祭壇に私たちが持つ6つのオーブを捧げれば命の大樹に行けるということでしたね。もしくはなんか多分その時も言ってたと思うんだけど、6つのオーブを回収して敵が来られないようにすればいいんじゃないと思うんだけど、行くとしても。あそこの扉から始祖の森へ行けると長老様はおっしゃっていたわ。まずは山頂の祭壇を目指しましょう。え、行くのどうすんの、組津どういうあれ考えかちょっと共有して、私とも。いよいよ終盤じゃ、悪しきウルノーガを倒すためにも、いざ命の大樹へ向かうぞい。共有願います。え、共有願います。あ、行くんだ、うんだって。勝手なことするんだものこの組津。私本物の組津とちょっと意思疎通取れてないのよ、統率が。ちょっと勝手に剣も変えるし、行くって言うし、行かない方がいいんちゃいます。誰、俺勇者様ずいぶん見ない間にずいぶんずいぶんずいぶん凛々しい顔立ちになられましたな。命の大樹へ続く小さな森へはこの扉を抜け参道を進んだ先にあります。ご分をお祈りしておりますと。行くのか、上部回収して、それかなんか話を話し込んでる間に剣をもう一目散で取る、もう話すんじゃなくて走りまくって、まあ剣だバシーンって取れば、あれでも待ってよ、このあれ結局この魔王の剣が元々の勇者の剣なんだからないの？ないのか？もしかして2個存在する、まあ違う剣ではあるけど2個存在するみたいなことになるから。そもそもないのかな、今から言っても勇者の剣が、あ、俺のってウルノーガが来てもさなるのかな。それ俺の剣って、ちょっと待ってみんなと話すか、うん、ああちゃんと服変わってる。あーまあ元のその時に着てた本当に状態に戻ってる。いやー
かわいいね、ベロニカちゃん。そのくりやってるね。あー嬉しいな。だんだんなんか実感が湧いてきたな。なんか、うん、戻ってきたなっていう、なんかあと、ああ複雑だなっていう気持ちの方が大きかったけど、だんだんベロニカちゃんがいるっていう喜びが大きくなってきた。かわいいね、その服。やっぱいいね、姉妹揃ってるの。まったく組みついたらレディーが祈ってるところを覗くなんて勇者のくせに走ったないわよ。それに私の顔見てなんだか泣きそうになってるし、シャキッとしなさいよシャキッと。でもレベルの違いとかで信じてもらえると思うんだよな。未来から来た俺なんだぜって、まあ喋らないのかもしれないけど、結構それってすごいことじゃない。こんなレベル、え、大丈夫だよね。経験値も多分そのまま来てると思うんだけど、お話し中に音もなくいなくなるなんて、いつもフラフラしている私でも組通様の真似はできませんわ。うん、そうだね。まあちょっとおとぼけせいなちゃんに戻ってるもんね、きっと。まあそれは可愛いんだけど、それはそれで。あら組通様、微笑ましいものを見るような顔をして一体どうされたんですか。眉毛で語るタイプか。クビツ様を見失ったのはほんの少しの時間なのに、なんだか懐かしい感じがしますわね。一緒に長老の話を聞いていたはずなのに、気がついたらいないんだからな。みんなお前のことを心配していたんだぞ。やっぱこの服の髪もかっこいいよな。海賊もあるけど、お前ちょっとぼーっとしてないか。今が正念場なんだからシャキッとしてくれよ。なんせこれから命の大事は行くんだからな。もうめちゃくちゃ大事。ここで運命が変わるっていう場面がね、来るからね。まあ、クミツーちゃんだな。いつの間に剣を新調していたの。私、クミツーちゃんのセンスに文句を言いつけるつもりはないけど、ずいぶんトゲトゲしてて凶悪なデザインね。いや、ほんと嫌い、私も。ほんと嫌い。うん、お主父親アーウィンもベルノワとの抗議の直前に緊張してな、よくわからん場所をフラフラしていたんじゃ。最近のお主は目元といい、ますますアーウィンに似てきたの。やはり血は争えんものじゃな。うーろー、僕はね、さっきまでというか前回までめちゃくちゃローに号泣してた。あんなにローにね泣くとは思ってなかったよ。おとぼけのエロジジイだと思ってた僕は。でも違ったんだよ。違ったんだよ。まあいつもねいい笑顔を見せてくれるから、その片鱗は見せてたとは思うけど、あんなに泣くとは思わなかったね。あー、無事でいてくれてよかった。私が目を離した隙に組通が魔物に襲われたりしていないか心配だったわ。いやでも勇者勇者、ありがとう。でもマルティナちゃん、でも僕勇者。あら組通、なんだか少し背が伸びたんじゃない？私の気のせいかしら。まあ成長期ならね、数ヶ月で全然何センチって伸びますから。16歳ならまあまだ伸びるか。わあ嬉しいね、嬉しいよ本当に。え、ちなみに今装備はさ変わってる。ダメなんかい。もうなんか多分ムービーとかそういう戦闘の何なんだっけ、言葉全く出てこなくなっちゃった。うん、あの演出上ダメなんだね、これじゃないと。こいつはいいわじゃなく、あ、過去もまたもらえるのか、私がもらってなかったのか分からんけど、あるのか宝箱。どうなんのか全然わからない。まあ予想としては、じゃあ剣がなくなってて、ウルノーガが、俺の剣ないって言うっていうことにしとくわ。一応じゃあ、キャンプ、やっとこう。ちなみに、どうなんだっけ、これは、どうなの、どうするの。ほら、見てよ、みんな。片手剣スキル10個中10個取っちゃってるんだけど、なのに両手剣で戦わなきゃいけない感じですか。剣心とかまだ4個なのに。でみんなは
もうそうだよね、そうじゃん。だってセイナちゃんめちゃクソデカスキルだったんだよベロニカちゃんの受け継いだからクソデカだったのにもうしょぼくなってるよめちゃくちゃ。こんなだったかしらでもまあ多少溜まってたりするから覚えさせたりするかじゃあ。いやマジで全然覚えてない、過去の私何やってんのまあしょうがないんだけどね、しょうがないんだけど、なんかすげえ昔に戻ってるもん。やばいよ、ヴァンパワーはヴァンパイア、ヴァンパイファーファン、ヴァンパイアじゃなかったの今更だけど、え、ヴァンパイアファングじゃなかったのバイファー、バイパーファングだった。うっそ、ずっとヴァンパイアファングって言ってた気がするんだけど、バイファーファングとタナトスハート覚えてないんだけどちょっと何やってんの過去のあたいは。もうこれ覚えなきゃいけない、ダメじゃんやべえ、HP っていうか何上げて、 HP じゃないや、レベル上げてやり覚え、もうあーじゃあ足りないものん、なんかローだけなんで MP 減ってんのあ、お金10万ある、何事、なんでローだけ、なんかわからんけど心の底ではショックを受けてたのかな、ここもなんか潜在的にショックだなってなったのかなそんな気がするみたいになったのかな。ちょっと待って、始祖の森か、始祖の森はこっちと、ちょっと、レベル、まあいいか、そんなにいいよねほら組通だけレベル52でさ、他の人30とかなんだよ、これがさ、わかるでしょ、なんで勇者だけレベル20も違うのって、普通なるよ、なお前なんか強くねって、いや俺は未来からベロニカちゃんを助けに来たんだって言ってみてくれないダメ、それダメ、うわ懐かしい、懐かしいうわー、この景色をねもう一回見れるとは思ってなかったよな、数ヶ月の前の組2は。本当にこんなクリア後のさ話がこういう風になるなんてと思ってなかった。もう一回ちゃんとさ調べた方がいいのかな、宝箱とかさっきあったわ、あったけど、あれこっちだっけ、道は全く覚えてないね。前来た時って何ヶ月前のことなんだろう、最悪1年とか前の可能性あんのかなそりゃ道も覚えてるわけない、あでも宝箱も回復してる、取ってない状態になるんだ、それか取ってないのか、本当にいややってると思うんだけどな、盗賊の犯人やってみよう、5個あるんだってさ、結構上の方までね登ってきました。なんかさ記憶的にクエストがなんかでこいつをさめちゃくちゃ倒したみたいな記憶はあるんだけどあとちょっとね、あともう一個宝箱があるんじゃないかと思うんだけど、ここまで来ちゃったらもうないよねあ始まった、宝箱一個見つからんかったあ、何スキップ出るってことは、さすがにこの年で山登りは足腰に応えるの、見た見た、でもねせっかくなんで見ますよ、山頂までもう少しかかりそうね、タイジちゃんに会う前の大事な時なんだし、ここでしっかりと休んでいきましょう。マルティナちゃん見ても回復しませんか、やっぱさすがにバニーちゃんなんですけど、めっちゃ疲れてる、一人だけ MP 入れてたしな。いよいよ明日は命の大樹の元へ向かうのね。
なんか緊張してきたわ。一人だけ MP 減ってたってことは、もしかして勝手に回復してたのかな疲れすぎて山登りで HP 削れたのをひっそり回復してたのかも。っていうか、ここのなんかね、ここだっけ寝るシーン。二人で寝て、いつでも一緒だよね、みたいなこと言ってたの。ねえ、セーニャ。あの曲を聴かせてよ。あんたが子供の頃からよく弾いていた、私たちの故郷に伝わるあの曲は。いいね。もっと大きくてもいいよとって前も言ったような気もする。夜はこんな幻想的に見えるのね私たちの命もあの葉の一枚なのかと思うと、なんだか不思議な気分になってくるわ。そういえばラムダの長老が言ってたな、あの命の大樹が世界中の命を束ねているとか。それって本当なのか？誰かが生き返るとき、その葉は散り、誰かが生まれるとき、新たな葉が芽生えることで、世界の命のバランスは成り立っているの。だからこういうので、ベロニカちゃんがまた違う命として。もうじきウルノーガとの決戦ね。うん。ウルノーガさえ倒せば、きっとお父様も昔のお父様に戻ってくれるはずだわ。生き返るのかなって思ってたけど、全然違う話だった。わあ、お父様もまだね、乗り移られてる状況だから。あら、ベロニカ、あなたも楽器をたしなむの？もう懐かしい。あったよ、そうだよ、こういうムービーだったね。もう、ううん、これは長老からもらったお守り。私たちの祖先、賢者セニカ様が昔ラムダに残していったものらしいわ。てか、冷静に考えるとセイナちゃんに楽器弾いてよって言ったのにさ、あんま聞いたの最初だけで今も一生懸命弾いてくれてるけどさ、違う話しちゃってるもんな。さあみんな、おしゃべりはその辺にして休みましょう。夜更かしはレディーの天敵よ。そうね、私も最近肌気になってきたわ。あ、出た、ほらこれよ。ねえお姉さま。ん？私とお姉さまはきっと芽吹く時も散る時も同じですよね。セーニャはいつもグズだからどうかしら。でもそうだといいわね。でもなんかこの話の続きね、ムービーがあったんだもんね、本当は。うわー、わあ、いやでもね、もう助けに来たんだから、そんな感傷に浸る必要ないんですよ。平和な未来しかもうないんですから、僕がわざわざ戻ってきたということはね。はあ、どうなんの？どうなんの？ちゃんと6個の玉回収しなさいよ、クミツ。行くの？ちょっとトイレ行ってこようかしな。よし、チョコパイも食べてきました。よー、気合を入れていくぞー。おう、なあ、ここってあの虹色の枝が見せてくれた例の祭壇と同じ場所じゃないか？そう、ここから大変なことになるのよ。さあ、6つのオーブを祭壇に捧げるのじゃ。それで全てが明らかになろう。まあ、ここはね、いいよね、道ができないことには登れないから。
捧げるのはいいのよ。でも待ってよ、普通にさウルノーガと戦うってなったらさ、神戦力の神がさ使えないわけじゃん。どうしよう、そのことをちゃんと考えとかないとまずいな。剣がないから絶望的じゃなくて戦えるっていう話なのかもしれんから、そうするとやっぱ普通に戦うんだよな。オーブ回収しないんだろう、どうせ回収しろよ。これは西の橋なんてまばゆいのでしょう。でこれは登るとこカットされるんだよ、登りたいのに。さあ行きましょう。綺麗なこのレインボーロード普通に渡りたいのに自分で。まあでも弾は見えないんだよな。回収するもクソもないのかな。でもね、相手の敵に六軍王にさオーブ取られちゃってるわけでしょ。どういうことなんだろう。あ、やっぱ未来で作った装備は持ってるは持ってるから、じゃあ仲間の装備もね一回見直します。オッケー。まあ着替えもねさせられるんだけど、やっぱりこの時代で勝てたっていうには、まあ見た目もさ結構、あ、この時こういう格好だったよねっていうのがさ結構重要だったりするから、最新版ではなくこの時の服装のままでいきたいなと思っております。うわ、もうちょっと、もうちょっとだ、やばい、緊張してきたぞ。